おはようございます。見つけて明るくしないの。ちょっと寝起きだから明るいのはきついです。いや、朝シャンしてください。え、今から新幹線乗ってソル君の青足見に行くよ。ありがとうございます。おやすみさん。あ、ピーグー、おはよう。めっちゃ寝起き。太陽出てるよ。あ、太陽。そうなの、今日、なんだっけ。青足が、昨日から舞台が始まってて、今日も、今日が二日目なんだけど、とりあえず起きました。明日の夜、ソアレ明日の18時からの青鷲の舞台の終わりにアフタートーク出るから、ぜひ気になる方はぜひ来てください。当日券もあるから。あー、わし頑張ってね。ありがとうございます。昨日なんだっけ、初日終わってめちゃくちゃ楽しかった。授業あり、あ、授業ファイトです。当日券ありますよ。
髪型見せて。髪型。寝癖。でもあんまり癖つかないかな。なんでなんだろう。すごい時はすごいけどね。フレンチトースト美味しそう。今にも目閉じそうやから起こして。起きて、遅刻するよ。おはよう。たすとし、あいだい。ぜひ会いに来てください。あのスペースゼロっていう新宿の劇場で舞台22日までやってるので、ぜひ明日の18時からの公演にはアフタートークで参加するので、うん、ギリギリまで寝てたいタイプ。うん、めちゃくちゃギリギリまで寝てたい。体勢が定まらんの。幼稚園送りに行ってきます。いってらっしゃい。スル君ケイコンで見て惚れちゃった。え、ありがとうございます。ボール客席に飛んでこないかな。飛ばそっか、思いっきり。ホームルーム中だけど見てる。先生に怒られるよ。あと4分でテスト。ファイト。いい点取ってきなさい。エアプレイン最高だった。ね。エアプレイン可愛いよね。あの曲。就活、就活ファイト。姉に一言言って。いつも応援してくれてありがとうございます。本当に姉妹で応援してくれて、エンジンを。さあ
ソル君もみんなもお仕事なのかな。だからお仕事とか学校だから始まりそうだから、俺も準備しようかな。皆さん、今日も楽しんで生きていきましょう。ぜひ、アオアシ舞台よろしくお願いします。見に来てください。おはよう。またねー。